よろしくお願いします。まずは有馬祭りの開催についてであります。今年で64回目を迎えた有馬祭りでございますが、来月23日から25日の3日間、盛大に開催すべく現在準備を進めているところであります。簡単に祭りの内容をご説明申し上げます。9月23日金曜日は、会津祭りの開幕を告げる提灯行列が午後6時に鶴ヶ城本丸を出発し、神明通りまで各地域の子ども会の子どもたち約5000人が提灯を手に繰り出します。また9月23日金曜日と24日土曜日の2日間は午後7時から8時半まで神明通りで会津磐梯山踊りが開催され、にぎやかに踊っていただきます。9月24日土曜日でございますが、日進館同時行列とお手伝いパレードが行われます。午前10時に中央通りから日進館同時行列を先頭に出発し、鶴ヶ城本丸で記念式が行われます。また、お手伝いパレードは市役所本庁舎南側道路まで市内全校20校、総勢2000名の児童たちが日頃の練習の成果を発揮し、精一杯の演奏を繰り広げます。なお、今年はお手伝いパレードの最後尾に東京ディズニーリゾートスペシャルパレードが参加をしていただきます。ミッキーマウスをはじめディズニーの仲間たちが祭りを大いに盛り上げてくれると期待をしております。9月25日日曜日でございます。最終日でございます。8時40分から鶴ヶ城本丸にて先陣感謝祭が行われるのに続いて出陣式を行い、約500名の参加によります会津藩校行列が約7キロにわたって市内を練り歩きます。今年は白虎隊が実戦を繰り広げた殿口原に参じた長歩兵の監視隊、飛翔隊、遊軍、寄合組の3隊を新たに加えております。戊辰戦争の出陣時の行列編成で時代絵巻を再現することとなっております。ぜひこの3日間行われる